新馬さんがさ、猪木さんを池袋の小山先生と連れてきたの、はい、その時、もう俺と小山が組んじゃった、あバチ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 空手やってるんだから、はい、池袋のヤクザと喧嘩してやっつけちゃうわけ、はい、その後、向こうも組織暴力団だから落とし目取りしたわけ、はい、山崎輝友がバッテリーあっちゃって、はいはい、20万で金つけたの、はい、で、小山くんがね、5万円持ってきてね、岸くんって言ったらアメリカ行ってもね、俺が金貸してやって、はい、ゴーダーさんは一銭も持ってかないでどっか行っちゃったんだって、山崎本に書いちゃったんですよ。去年レジェンドでね、佐藤克明と山崎と僕3人直近で選ばれたんですよ。やっぱり先輩がいっぱいいて、このいろんな人がマスコミ言うから話が変な方行っちゃってるんですよね、うん、だから梶原先生の事件は完全に冤罪で、マスコミと愛宕署の宮地っていうおちょこちょいの警察がいるわけ、あの人たちが悪くしちゃった。それと新馬さんもともと仲いいんだけど、仲く悪くさせられちゃったの。新馬さんが検事さんに上申書を書いたんだ。で、梶原先生も堂々としててね、あの監禁事件全然関係ないの、一緒同じ、はい、偶然止まったの。それで唐田さんがいたから変な話した。猪木さんもほら強さ売るものでいるから、はい、拳銃道とかされたら言っちゃったんだよ、拳銃見たらあったって、で話おかしくなっちゃったんですよね。で小島みたいな変なこと書いちゃうから、そうバカだ、うん、だから猪木がちびったとかね、そうそう全然、うん、かわいそうだ猪木さん。2月16日、今度はいつなんですか。今度は4月の20日、うん、その裁判で一応謝らせてね、公の場に出してね、うん、こっち来いやーな、あの声いつでも来いって言ったら鍵閉めちゃうんだよ。なって暴力団で男されたいんでね。俺暴力団じゃないんですよ、夫は。空手やったかったら暴力団立っちゃったかし、ずっと続けたからね、真っ当な道歩いてるんですよ。で、2代目は不動産屋さんでしょ、大宮で。で、銀行に住んでやがるんですよね、あれ暴力団だってやれちゃうとね、うん、奥さんがお金貸してくれたくないって銀行の人が、で孫がね、おじいちゃん暴力団の言われちゃったんだって。で小島本当困ってんだよ。本当おかしいよね。あれうつ病なんだな。まあ病気ですよね。うつ病、うん、頭あれ病院入ったらいいよあれ。なんかまた新しいあれが入って、今度ユリアナ本部長が不法滞在だとか書いてましたね。もうちゃんと結婚して日本の免許証見せてみたいな。あと村上塾長が闇賭博してたとかめちゃくちゃ書いてますね。いやうちは梶原先生ともよかったし、こっちともよかった。なんかその前に銀座の末広に大山先生に呼ばれて食事会に呼ばれていた、はい、で新馬さん、私は力道団と一緒にアメリカ回って、プロレスは何だろうかってことを分かってる、はい、怖いから目つきやすと緊急で3000回やったって、はい、怖くて何回も逃げ出そうとした、はい、グレート・トーマさんとトーマブラザーつって、うん、遠藤さんとちょっと回ってたの、うん、でプロレスの怖さよく知ってるんだよね、はい、力強いしね、耐える力強いでしょ、はい、先生頼みますよって、あ、島さん行ってくれよ、来てくれないかって言って、猪木さんも、大山先生のところに行こうって言って、それで行ったわけ。それであれキックが生まれたって話になって、あれキックがこんな、でもあれはひどいんだよ最後。ああそうですね。もう猪木さんがめちゃめちゃあの煽ってさ、はい、調印式とか、はい、それでルールはめちゃくちゃなこと言って、自分で自分の実力分かってるのか、正々堂々としたルールでもちょっとこうじゃないか、それでなかったら勝者が全部取るっていうことも、この書類作ってきたからお前サインしろって言って、あれにサインしたし、でもその時ファイトバレー7億だからよく島田さん作りましたね。あれ本当すごいですね。すごいお金作ったってすごい。180万ドル作ったんだ、320円だよ。島田さんじゃなきゃできなかったね。できないですよ。取り巻きが50人ぐらい来て、はい、キロプラでお土産みんな使うかと思ってハバだけだよ。あれはアリとハーバーとマーメイトと話して、決められた場所で食事しない際には、ケープルズを認めないということ、それでそしたらハーバーとマーメイトの安全団体が代理やって、うん、そこの際には毎晩チェックする、うん、
住んで俺も一緒になって、うん、新日本のやつは、俺らと回り込んでやってるんだって、あれ一人手伝いに行かない。大変ですね。あの時はほとんど京プラザだったでしょ。で、ハーバーとモハメントだけ、日本代と、うん、すごい挨拶に、うん、だからルールのことで、うん、猪木さんがそんな勝者が全部取るっていうのをサインさせたくなかった。だから肩とか肩膝ついたものの頭を受けって、うん、それだけですよ、うん、最初から勝手に集めたもんね。よくね、集めたよ。本当に集めたよ。宇治猪木戦の時のお金が、うん、結局大山先生のところ行かなかったから、うん、大山先生頭来て僕に潰せって命令になったんですよ。黒崎先生お金使っちゃったんですよ、多分。どこに行かなかったんですよ、大山先生が、1500万円で押した。それを下久志の方に半分提供するっていう約束を、うん、おっしゃってしてももらったの、うん。松村さんが当時提供があったから黒崎先生に5000万渡してるんですよ。で、黒ちゃん黒ちゃん言ってるんですよ、松村さんが。で、返すくんねえから使っちゃったってね。で、黒ちゃん黒ちゃんって言ってるの。俺は黒崎先生って言うじゃん、あの人黒ちゃん黒ちゃんって。何でしたら、お金返すくんねえから。黒崎先生はお金汚くないの、もうすぐ使っちゃうの。うち1500万の借用書ありますよ、中小ですよ。借用書は借用書だもんね。そうですね。あんだけでね、いい選手育ってってね、お金執着しないんですよ、ですぐ使っちゃうんですよね。だから梶山先生の弟さん、牧先生、先生が怒ったって、もう何が見てしたんですね。あれ3回やろうとしたんでしょ、東京、名古屋、大阪。黒崎先生、知らないなんかほら、それ黒崎先生勝手に考えちゃって、一回で儲かんねえからとか言って、流れちゃったっつって。でも、あれは、先生が俺のとこバーッと来たから、あれ本物だって分かった。あの時に、新馬さんがバンって来た時、多分新馬さんは忘れたと思うんですけど、大山茂さんがドーンとこって、新馬さんのとこドーンってやったんですよ。こうやって、そう、大山茂さん叩いちゃうとまずいから僕はドンって。大山茂さん4メートルぐらい向こうから、まあ、膝蹴りじゃなくてね、太ももで押してバーンって来たから、で、大山茂さんがさ、何すんだって俺の顔見たんだよ。大山茂さんが新聞ではね、勝っても地獄、負けても地獄って新聞で煽るんだろ。で、桜井さんが知ってたから、はい、黒い革のコートを着た男に左右だかされてって指示されてって書いてあったの、本当だよ。150人ついてたの、警備だよ、俺って入っちゃったの、でも、あれは猪木さんもすごかったしさ、そうですね、ウィリーもよく受けてくれて、ね、面白かったね。そう言って柳川さんも心配してさ、柳川さんちょっと目の前にいたんですよ。柳川さんの前に何人も置いてたんですよ、柳川さんいくら親分でもあらってたら何もできなくなっちゃった、乱闘になっちゃったら。それで三代目姉が出てきたって言ってね、その後とこんだ力道山先生の13回の13回忌のことでまたこれになってさ、それで力道山未亡人がこれだって、あの時ここでご無沙汰してますって頭下げたところを写真に撮られて、猪木力道山未亡人に謝罪っていうことをしたんだよね。あの時は関西流が来たじゃないですか、水谷さんのところ、なんで俺のとこずっとついてますか、黒い道着着て、そうしたら何にもしないじゃない。俺だってお前が狙い物しないって言ったの、黒い道に関西流のやつら、あれ水谷さんっていうのは関西できないんですよ。水谷さんの上のヤクザなんですよ。で、名古屋刑務所に僕の友達と一緒だったの、で、鎌で猪木さんとやろうって言ったんです。そうそうそう。で、その時最後は、あれ、タイガーマスクが付き人で猪木さんもなんか川のコートなんかやって戦うって言ったの、やっつけちゃうかった、本当はね。いや、すみません、綺麗だよ。で、完成で作ってくる。うちがね、俺が言ったの、京都の竹山の中でやるからって、場所は、竹山だったらこれできねえじゃねえかって、当たり前じゃないかって、なんで臭いまま使うからやろうって言ったら、うちはプロなんだって、金にならないものなんかやりやしないよって話で。あれ、安藤信さんが東海の殺人拳、どっか行っちゃったんですよ、東海の殺人拳。僕の前でね、手を入れたの。安藤さんも書かしちゃったんですよ、東海の殺人拳。みんなあれ見て本気にしちゃった。でもね、あの人はそれで、島お前困ってんだろって言って、渋谷の喫茶店に呼ばれてね、
目の前からその頃携帯なんかなかったからね。だからあの時現場でミスターにとか電話やって、あんとこにお前死の困ってきてるぞ、ね。なんであれ安藤さん書いたかわかんないんですけど、うん、僕の検事調書を見ると、うん、安藤さんの東海の殺人件から三谷さんの名古屋の役だからずっと出てきて面白く映画になっちゃうみたいな、うん、あの人全然体できないんだけど、うん、売名行為でやったんですよ。石原慎太郎さんも書いてるからね、安藤さんのこと、うん、で、いろいろ漢字の勘と三谷さんの勘ついてる。新馬さんは好きじゃなかったんだよ、大体嫌いだったでしょ、あの人。ああ本当に嫌なんだよ。もう、見に来てさ、はい、そうそう、ファイティングアラダが来たり、ファイティングアラダを動かしたり、バンバンさん嫌がらせしたり、売名行為やさ、やりもしないで、やりもしないでさ、そうそう、カマでやるわけないじゃんね、二丁目でね、素手じゃないと。まあ、やらないですよね。ね、やらないでしょ。はい、ね、リング取りかかって、黒毛にした。はい、はい、小島が、はい、で、末野先生が誰かな、猪木の足を蹴って、猪木が、あと膝をついて、やるならやるとかなんとかって言って、そしたら、あのしょんべんちびったとか、あ、はい、猪木さんなんか、あの時さ、俺は中にいるのに、猪木さん、パッと入ってきて、なんですかって言って、いや、完成に抜けんの、ああ、それは島がやってることですか、私は関係ありませんって、パッて帰っちゃって。俺あの時は猪木さんが怒ってくれて、なんと5分ぐらいいてくれんのかなと、うん、あの時冷たかった、確かに。あ、俺目見た時寂しい人だな。一番守ってくれたのは唐田から守ってくれたの、そうそう、先生。そう、唐田さん手段なんだよ、はい、手段で灰皿持って暴れたり、酒飲まなきゃ大人し何もできないじゃん。梶原先生と同じ友達でね、はい、で唐田さんの大阪の事務所に指導官の道場を作った、はい。夜中さ、松本くんとか、あの正木くん、僕と一緒にされたら、酒飲んで、はいはい、で、頭に道場こって俺がさ、スーパーセーフかけてさ、スパーンって、バカーンって言ったら、ゲロ入って死んじゃうんじゃないかと思ったで、飲みちゃったんだよ。で、梶原先生、お前、瞬間、若しきだいって、その道場は1日で終わっちゃったの。で、西田に出たの、はい。それが横山兄弟の中でね、松本の山でシカゴ行く前。だから、それは、そのヤクザの人が道場を作った。あれ、サブちゃんというのも兄弟分なんだよ、カルタさんは。町井さんの若い子で、はい、二丁拳銃のカルタってね、はい、大したことないんだけど、だ酒飲むと癖が悪いやん、はい、で梶原先生、そう、勝手に梶原先生、いいとこ見せたくてね、しょうがなかった。飲まないともうおとなしいの、はい、借りてきた猫なんだよ。その後はもう、鈴木っていう人が、なんとか会だ、あれ、ヤクザ統制会の、統制会、はい、そこの関西支部長をやったの、そこの奥さんがジャパン大学で一緒だったわけ、山口会長のジャパン大学、そうそう、はい、それで僕は健康産業を選んで、その時にスポーツヘアドスクール前、山口会長を決めてた、はい、鶴木さんっていう人が統制会の関西支部長、ご主人がそうだって、で会いに来た、で僕があのオリエントファイナンスの、でつけた、あのゲップで、レッスルやった、そしたら売り上げが月750万だったのが、すぐ3500万だった、最終的に15億だった。山口会長ね、あの時ジャパン大会、ジャパン大会はすごかった、すごかった、一時行けるよかった、もう武道館、うん、それで世尊予測の一環で、もう何か上司、観音業読んだね、知ったら会長覚えてるんだから、優しい人なんですか、でもお前すごいな、坊主ですかって、そういう大きいんだろ、さっき言ったら、もう7日一緒、うん、毎日うまいんだ、すごかったですね。柳川さん亡くなって、あの佐野さんが奈良の生駒にお墓作ったじゃないですか、うん、5億円かけて、その時は自分行ったんですよ。佐野さん、なんでこれしたの、ちょっと老老生になっちゃったんじゃないですかね、いい人だったんだけどね。でも、柳川さん紹介してくれたのは麻生さんや、あのヒルトンホテル、健康産業、精神、その時に、
麻生さんもあれ読んでるっていうのもあって、うん、したら今ちょっといい人とか紹介するから読んでるって、柳川さん、柳川さん知ってたんだけど知らないって初対面みたいな挨拶してたんで、僕もこれしてよろしくな。韓国のほら僕大統領の時、そういう政治活動してて、で自分の友達は上野っていうのがアジア民族同盟にタグで入ってたんですよ、事務局長。僕も入れてもらったじゃん、アジア民族海外だとか理事だとか、あのままスポーツエアコン残してよかったですね、なんかね。でも神の恐れと天からの声があったりしてクビになったからね、もったいなかったな、あれね。スポーツ賞を作りたかったんですよ、国がもっと前つけて、はい、ルーマニアあるんだよ、はい、スポーツ賞って。でもこの時山川さんは1000万とりあえずって寄付をして、それからあのだって冬季あの25キロまで届くっていうあれを500組、はい、それ寄付して、テレビを仙台寄付して、で、猪木さんは桜の苗木100本、それ寄付してくれました。で、僕大統領と会って、その後、僕大統領の次の大統領が、大木金太郎さんが日本人は、僕と猪木さんだけ、2人だけ、正月の3日に屋外で大統領就任してやった。3人も韓国に判断だ、行動じゃないし、そんなところで、寒いよって言う、俺の方が寒いですよって言いながらね、まあ、あんなとこ聞いたことない、やっぱり。それで毎朝5時になると僕のホテルに来て、部屋これするの、これ連れてこんでないかとかなんとか、ね、しやしないじゃないか、連れてってね、選手たちみんな喜んでやる。竹中さんって知ってますか？竹中さんっていうのは最近あの柳川さんの本を書いたんですよ。北海道大学で文春にいた竹中でしょ、あのね、竹中よ、竹中、あれが小島と仲いいんだよ。俺小島商売行ってやった、小島に行ったらすんげえ汚かったとか言ってそれ柳川さんのね、はい、あれ僕はずいぶん手紙やなんか、提供して本ね、書いたんですよね、うちにありますね。で、京栄中さんですか、柳川さんの若い人だったんですか、昔の。京栄中さんは、あの松井、今、極真のついてる松井館長が、あの小山先生と喧嘩して、4年間、京栄中さんをかばん持ちやってたんですよ。で、京栄中さんに気に入られちゃって、自分の娘を、あの松井君と結婚させようとしたんだって、後から聞いたんですけどね。で、今、あの極真の後をついて、小山先生の周りにいい人いなくなっちゃったから、松井君しかいなかったんですよね。松井君を2代目にしたんですよ。で、まあ小山先生と比べられちゃうと松井君もかわいそうなんですよね。あんまり小山先生は器が大きかったもんで、松井君も一生懸命やってるね。ただ道場を作ったらいいんですよ。芦原会館、松山に14階建ての道場を作って、すごいなと思って、多分入試じゃないですかね。沖縄の空手会館も内閣府が出して、個人でやったのは芦原会館ですね。立ち退きになっちゃったんですよ。ダシャラシャン亡くなった時ちょうど行って、ちょうど骨拾ったら小山先生のちょうど1年のところでね、アシャラシャン。でもあれは僕シニオプロレスが沖縄行った時は返還の翌日、1週間前から来てたんです。そうね、したらその返還の日は交通事故がすごかったわけ、あ、みんな右から、そう、右から行っちゃうからルールが間違いなくお金と交通すごかったみたいね、ドルから家になったり、裏さばきないってヒデロリ君出会った。ああ、ありました、ありました。ヒデロリ君2代目館長で頑張ってて、アシャレさんの裏さばきなんかないんで、小島は裏さばきっつってね、頭がもうそうなっちゃって、アシャレさんなりきっちゃってるんですよ、自分空手できないんですよ。だから牢山のところで黒帯もらったのかな、名誉なんじゃないですかね、多分。で、昨日松井翔慶館長と大久保二代目だって、極真は黒帯上げてないって言ったよ。牢山のところで黒帯もらってないんじゃないかって松井館長言ってたって。いや、言ってるだけなんですかね。言ってたって。
大体8球ぐらいではないか。8球っすね。リズイロービー、自分は黒帯ですけど、こんな太っちゃってできないんですよ。動けない。病院行ってこい、病院行ってこいしたら、血液検査してくれる。死んじゃうぞって。食べますか。いただきます。来ていただきました。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。このデタラメを書きね、こういうようなことで作家と呼べるのかなと。何か新馬さんの方に小島さんの方から決闘の申し込みがあってやるとしたらいつでもやってやる。やってやりますよ。新馬さん10代強いからね。はい。